ドゥアルテヌノデブラガンサーは、ポルトガルのミゲリスタ王位請求者。1932年より、最後のポルトガル王マヌエル2世より、立憲派ポルトガル王位請求者の地位をも引き継ぎ、単独のポルトガル王位請求者となった。ポルトガルのミゲリスタ王位請求者、ミゲル2世と、その2番目の妻である、レイコールベルトハイムイコールローゼンベルク子女、マリア・テレザの間の、第7子として、 オーストリアのゼーベンシュタイン城で生まれた。二人のイボ兄がおり、父にとっては三番目の息子だった。祖父ミゲル一世は、名の女王マリア二世による、ポルトガル統治に異議を唱えていた。そのため一家は、マリア二世によって、王位継承権を剥奪され、国外に追放されていた。ドゥアルテ・ヌノンの時系フランシスコ・ジョゼは1919 19年に、 死去し、1920年7月21日には、長兄のビゼウコーミーゲルが、帰戦結婚のために相続人の地位を放棄した。その10日後の7月31日、ミゲル二世は、ミゲリスタ王位請求者の地位を12歳のドゥアルテヌノに譲り、ドゥアルテヌノは、ミゲリスタの支持する名目上のポルトガル王、ドゥアルテ二世を名乗るとともに、ブラガンサ行為を継承した。 ドゥアルテ・布はまだ幼いため、オバのバルディ伯爵夫人アルデ軍ですが1928年まで、摂政役を務めた。この時ポルトガルはすでに共和制に移行しており、ブラガンサコブルゴ家のポルトガル王である、マネエル二世は亡命者の身の上であった。ミネリスタ派とマヌエル二世をいただく立憲派とは、誰が正当なポルトガル王かで対立しているだけでなく、理想とする生態についてもその考えは相入れない。 ものだった。しかし、マヌエル2世に後継者がなかったことが分裂状態にあるポルトガルの王政支持者を合同させる機会を与えた。マヌエル2世とミゲル2世は協議を重ね、マヌエル2世の死後はドゥアルテヌの後継者とするという取り決めを行った。1927年にミゲル2世が1932年7月2日にマヌエル2世が死去すると、 ミゲリスタと立憲派からなる王政支持者の大多数は、ドゥアルテヌノを唯一のポルトガル王位請求者と認めるに至り、ミゲリスタと立憲派の合同が実現した。立憲派の一部は、ミゲリスタ系のドゥアルテヌノを自分たちの王と認めず、別の国王候補を立てようとした。マリア二世の彦にあたるザクセン元、王太子、ゲオルク、マリア二世の弟のブラジル皇帝ペドロ二世の ソーソンペドロガスタンなどの名前が挙がったが、いずれも擁立には至らなかった。1950年、ポルトガルの共和国議会は1834年に出されたミゲル一世に対する、また1910年に出されたマネル二世に対する追放令を撤回し、ドゥアルテヌノを課長とする旧ポルトガル王室に帰国を認めた。しかしドゥアルテヌノはティオンビルで自動車事故に遭い、 ポルトガルに帰国したのは1952年になってからであった。1951年にポルトガル大統領アントニオ・スカルカルモナが死去した際、独裁的権限を有していた首相アントニオ・サラザールはドゥアルテヌノを国王とした王政復興を考えたが、その後考え直して自らが大統領になることにした。1974年ドゥアルテヌノは 自分の邸宅であったサンマルコス宮殿をコインブラ大学に譲り渡し、その2年後に死去した。ドゥアルテヌノは、ポルトガル王家家長としてビラビソサム現在の親鳥、騎士団、セイザベル騎士団の総長を務めたほか、マルタ騎士団や金曜モー騎士団の騎士にも、助任されていた。1942年10月15日、ブラジルのペトルポリスにおいて、ブラジル王子、ペドロデアルカンタラの次女、 マリア・フランシスカと結婚した。マリア・フランシスカは先日した、ペドロ・ガスタンの妹であり、この縁組はミゲリスタ派と立憲派に系統の合同を象徴するものとして、王政支持者たちから非常に喜ばれた。マリア・フランシスカとの間に三男を設けた。ありがとうございます。